誰も知らない秘密に取り憑かれたりすることは、本当は話したいけれど話せないこと。戻ってくるんだキッド。仕事は終わってないぞ。やめて、来ないで。逃げるのはおしまいだ。終わった。戻ったの。エージェントキッドマン。嘘でしょ。お目覚めですか。ちょっとどうなってんの。ここどこなのよ。私にはお答えできかねます。冗談はやめて。もういいわ。おい、そこにいるんだろう。どうやってこの世界ができているか、お前にわかるか。憎しみ、憎しみだ。ルビックが抱いた激しい憎しみだよ。奴はここを出て復讐する気だ。奪われたものを取り戻したいらしいが。彼は？なぜルビックのことを。いくら強力な支援者がついているとはいえ、巻き添え被害がここまで拡大すれば人目につくのも時間の問題だ。 KCPD が頻繁に姿を現すようになった。女性刑事の何と言ったか名前は思い出せないが、いずれにせよ私は警察と関わりを持たない方が良さそうだ。メビウスの連中は研究の邪魔にならないように対処すると言っている。するとあのクリムゾンポストの記者、アイバンとかいう男、個人的に厄介な存在になりつつある。教会で人が生贄にされているなどナンセンスなネタを記事にする三流記者だが、最近は患者の失踪容疑について興味を示し始めている。こんな男にビーコン精神病院を潰されるわけにはいかない。こういう問題にもルベンが役に立つかもしれない。ルベンとの独占インタビューを餌にすれば食いついてくるかもしれん。レスリー、彼も私と同じようにどこかで。巻き込まれて気の毒だが、いずれにせよ私の望むように動いてもらう。セバスチャン、きっと彼も今別の場所にいるんだわ。どうしてよ、彼は関係ないのに。
社会は病んでいる。皆希望を失い苦しんでいる。我々が君と出会う前の君がそうだったように、君を救ったようにメビウスは全ての人を救済できる。ステムは人々の思想を統一するために設計された。その機械を使えば人々の思想を操ることが可能になるのだ。世の中を変えるためには最もふさわしい道具だとは思わないか。先は暗い。メビウスが明かりとなり人類を次なる進化へと導く。あの少年を連れ戻せ。彼次第で何もかもが変わってしまう。必ず連れて戻ります。失敗したらどうなるか言うまでもないな。もしルビクに彼を奪われたら、止めるために手段は選ばない。メビウス、あっちに行けって言うの？良いものを見つけましたね。条件が揃えばホストがユーザーを上書きすることは理論的に可能ですが、適合する確率は天文学的です。しかしあのレスリーという少年、彼は適合被験者ということなのか？ええ、ルベンのメモによればレスリーをソースとしてステムを起動させることは可能のようです。テストを始める。どうすれば彼をまっさらな状態にできるかを調べてほしい。知っていた。彼らはレスリーの力を知っていたんだ。でもなぜそれを隠し続けるの？ここにもステムがあったはず。確か真下に。レスリーもここにいるなら彼もあそこに向かっているはず。ステムから出られるかもしれない。何も見えないじゃない。ケミカルライト、何もないよりはマシね。
電力を回復する方法があるはず。今回システムが正常にシャットダウンされませんでした。ご不便をおかけしますが、端末の電力回復は全て手動で行ってください。タイミングが悪すぎだわ。